はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。今回はね、僕が使っているバッグを紹介していきたいと思います。どんなバッグかといえばこれです。軍物のダッフルバッグですね。軍物のダッフルバッグ。普段はね、僕はバイクに乗るときはリュックサック、バックパックをね背負ってはいるんだけど、最近ねこのダッフルバッグを見つけて、買いました。でね、これがねなかなか使い勝手がいいというか、なんかねバイクに似合うしかっこいいんだよね。なので最近はねこれをね背負ってねツーリングに行くことが多いです。というわけでね、今回はこのダッフルバッグを紹介していきたいと思います。このダッフルバッグはねレプリカ品ではなくて軍物で、まあ、本物なんですよ。はい。でちゃんとね刻印があるというか、まあ、スタッピングって言うんですけど、ちゃんとスタッピングされていて、でどこのものかというとオランダ軍のダッフルバッグですね。でダッフルバッグっていうとなんかドラム缶的な、なんかでかいのをイメージする人もいると思うんだけど、こちらオランダ軍のダッフルバッグ、スモールタイプの方です。なので本当にタウンユース、要はね街の中でもね使えるバッグなんですよね。まあね、ファッションアイテムの一つとしてもいいと思うんですよね。はい。じゃあねバイクにまたがった姿をね見てみたいと思うんですけども、いかがでしょうか。なんかね様になってるというか似合いますよね。まあ、個人的にはね似合ってると思ってるんだけど、結構ねかっこいいです。まあ作りがねシンプルなんで、まあ、何にでも似合うと思うんですよね。そう、まあ、これ口がね一つしかないし、まあ、ただねストラップが1本、ショルダーのねストラップが1本あって、本当に構造がシンプルです。武骨というかなんかいい感じなんですよ。でね、何にでも似合うというか、どんな服にでも似合う感じがして、例えばね T シャツとかにも似合うし、まあ、それこそデニムジャケット、 G ジャン、まあ、それにも似合いますね。あと革ジャンなんかでも背負ってて全然違和感がない、まあ、そんな感じです。結構ね、まあ、ファッションを選ばないというかオールマイティで使えそうなバッグです。はい。じゃあここから、ちょっとねディテール紹介します。ダッフルバッグの畳み方を見せていきます。これすごくシンプルな構造をしているので、まあ、難しくはないんだけど、一つのね留め金を持ってそれぞれのハトメにぶっ込んで、そしてあとストラップで留めるというね、そんな感じなんですよ。なんかね折りたたむ、入り口をね折りたたんで、閉めるというそういう感じですね。かなりシンプルです。はい。先ほどねダッフルバッグの留め方紹介したんですけど、実はね自分なりに僕なりに、ちょっとね工夫してるやり方があって、今回はねそれも紹介していきたいと思います。何かといえばですね、 D 缶を使うんですね。この D 缶も実は軍物でして、ドイツ軍の D 缶です。結構ね重さがあってでかいんですけどね、まあ、このダッフルバッグの留め金として、まあ、やり方、留めるやり方をね紹介していきたいと思います。やり方はね、中央のハトメに留め金を刺して、そこでストラップのフックをかけます。で残りのハトメを全部合わせて、で D 缶を刺して、留めるというやり方です。とてもね簡単なんですよ。簡単なんだけど、この D 缶が一つのねアクセントになって、うん、なんかねかっこいいんですよね。まあ実際背負ってみるとこんな感じなんですけど、 D 缶がね一つのアクセントになってるんで、なかなかねいいと思います。はい。今回はダッフルバッグを紹介しました。まあねちょっとね変わったバッグなんですけど、バイクにはねとてもね似合ってると思うんですよね。こういうねミリタリー品はね時代を選ばないというか、ファッションのね流行に左右されないというか、まあ、そんな中何にでも合うというところがね、個人的には好きです。うん、なんか武骨で丈夫だしかっこいい、まあ、そんな感じですね。はい。というわけで今回はダッフルバッグの紹介でした。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。